今日から使える簡単決闘データ、決闘データ備忘録。今回は福島ヒンバステークスのラップ分析と決闘データによる予想を行っていきます。はい、ということで今回は大混戦が予想される福島ヒンバステークス、過去のラップ傾向に高い適合性を持ち、なおかつ、好成績決闘傾向に完全に合致する推奨穴馬を1頭ご紹介していきたいと思います。先週土曜日は人気馬が多めではあったんですけども、推奨馬5頭が全て馬券圏内に入るという、パーフェクト馬券圏内を達成することができました。日曜日に関しては穴馬多めで攻めたんですけども、その中でも福島10レースシーグラスが、7番人気ながら3着と頑張ってくれました。皐月賞に関してはちょっと不甲斐ない結果に終わってしまったんですけども、それ以外のレースで本当にたくさんの方々から的中報告いただくことができました。今週もですね、しっかり皆様に貢献できるように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは福島ヒンバステークスの予想に移っていきます。まずは福島ヒンバステークスが行われます福島芝 1800m、 コース形態から見るラップ傾向というところから見ていきます。コースの高低差ですね、断面図の方を今表示させていただいておりますが、高低差はそれほどないコースかなといった感じですね。まあ 1800m だとスタートして2ハロ目3ハロ目あたりで下り坂になっていますので、まあ、前半はやや流れやすい傾向があるのかなといった感じですね。まあ、その下り坂の惰性と、まあ、高低差の少ない形態から、中盤も緩みにくくて、まあ、消耗戦になりやすい傾向のあるコースとなっております。はい、それでは実際の福島ヒンバステークスの過去5年のラップを見ていきます。一見ちょっとバラバラには見えるんですけど、大まかに傾向を分けると2パターンかなと思っていまして、まあ、前半緩く流れて、ロングスパート勝負に、なったようなレースと、前半も中盤も早めで、上がりがかかるような、前傾ラップに近い一貫ラップ、まあ、消耗戦になるような形ですね。まあ、大まかに分けるとこの2パターンかなと思っています。まあ、どちらにせよ中盤のラップには負荷が結構かかるようなレースなので、溜めて切れる足よりも持続的なスパート力、ロングスパート力が求められるようなレースかなといった感じです。まあ、ロングスパート戦または前傾気味の一貫ラップでスタミナと持続力が問われる傾向があるレースなのかなといった形です。はい、それでは今年はどんなレースになりそうかなといったところなんですけども、まあ、どうやらメンバー見る限りウィンピクシスの短期逃げが濃厚かなといった形ですね。まあ、ウィンピクシス金3走すべて逃げているんですけども、まあ、その逃げのラップの、パターンから見るとですね、まあ、前半緩めに入りたい傾向があるのかなといったところです。まあ、3走前、2走前ですね、2走前は小倉のレースなので、小倉競馬場だとどうしても前半早くなりますので、ややちょっと早めには入っているんですけども、まあ、どちらにせよ前半ちょっと緩めに入れれば入りたいタイプ、そんな中でも早い段階からスパートをかけて持続力勝負に持ち込みたい、タイプの逃げ馬かなといった感じですね。まあ、前半緩めには入りたいんですけども、そのままため逃げはしないタイプの、馬なのかなといった形です。そんなウィンピクシスが、ペースを作る展開、想定していきますので、前半3ハロンやや緩めの流れからのロングスパート戦、となる想定をしていきたいなと思っています。ロングスパート戦実績を高評価して出走各馬、見ていきたいかなといったところです。まあ、ただそんな中でも福島ヒンバステークス前半中盤やや早めになる、パターンもありますし、まあ、このコース形態的にもですね、前半中盤早く流れる傾向もありますので、まあ、前半中盤が早く流れた消耗戦での実績があるとなお心強いかなといったところで見ていきたいと思います。それではそんな福島ヒンバステークス、今回この動画では、おすすめ穴馬ということで人気薄の、推奨穴馬を1頭紹介させていただきます。ホーオーイクセルですね。
鳳凰イクセルにつきましては、昨年のフェアリーステークス2着だったレースですね、そして1着だったフラワーカップ、こちらの2つのレースを参考レースとして取り上げさせていただきます。フェアリーステークスはですね、前半もやや早いんですけれども、中盤かなり負荷のかかった、ラップになったレースですね、かなり底力が問われたレースだったかなと思っています。こういった底力が問われたレースラップのレースで、後に G1 で大活躍することになるファインルージュの2着というのはかなり高内容だったかなと思っています。底力が問われる中盤に負荷がかかるレースで G1 高走馬としっかり戦える能力、資質を証明したのかなと思っています。フラワーカップですはですね、一転して前半めちゃくちゃ緩く流れて、そこからの超ロングスパート合戦になったわけですけども、スパートのタイミングが早すぎて、最後ラップが落ちるような、最後苦しくなったようなレースにはなっているんですけども、こういった持続力がかなり問われるレースを好意で受けて解消したという形なので、緩い流れを前受けしてしっかりロングスパート性能を発揮できる、資質を証明したレースだったかなと思っています。今回福島牝馬ステークスで想定される2つのラップパターンそれぞれで、構想実績があるというのは、今回評価していいのかなと思っています。血統的にもですね、ルーラーシップ産駒、鳳凰イクセルルーラーシップ産駒なんですけども、ルーラーシップ産駒過去2勝しておりまして、2勝それぞれですね、2頭とも母父サンデーサイレンス系との組み合わせですので、この鳳凰イクセルもルーラーシップ産駒母父スペシャルウィークですので、この傾向に合致する形となっています。同じルーラーシップ、スペシャルウィークの組み合わせではですね、フェアリーポルカ勝ち馬出ていますし、この鳳凰イクセルについてはですね、母系に、ノーザンテスト、アンバーシャダイといった小回り、消耗戦に強いノーザンテストの血を持っていますので、かなりこのレースに向いたタイプの馬なんじゃないかなと思っています。金層ちょっと着順が不審ではあるんですけども、ラップ適性的にもかなり高い適性を持ちますし、血統的にも見どころのある馬ですので、今回ちょっと追い切りもですね、かなり高度計連発しているので、なんとかちょっと復調に期待してみたいかなと思っています。はい、ということで今回福島牝馬ステークスの推奨おすすめ穴馬ということで、鳳凰イクセルを挙げさせていただきました。鳳凰イクセルですね、今回人気薄になりそうかなといったところで、推奨穴馬として、挙げさせていただいたんですけども、個人的には3番手評価あたりをちょっと予定しているかなといった感じですね。福島牝馬ステークスの印の完全版および土曜日その他のレースの推奨馬、福島牝馬ステークスの印完全版プラス、その他土曜日のレースで1つか2つ1レース2レース取り上げて推奨馬をお届けする予定となっております。こちらにつきましてはメンバーシップ限定での配信とさせていただきます。今週日曜日のレースについてもですね、推奨馬すべてメンバーシップ限定での配信とさせていただきます。フローラステークス、マイラーズカップ両重賞レースの他に、こちらも1レース2レース、追加でちょっと推奨馬をお届けする予定となっておりますので、この機会にぜひメンバーシップへのご登録ご検討いただけると幸いです。はい、ということで福島牝馬ステークスの、推奨穴馬をお届けさせていただきました。福島牝馬ステークスの印完全版および4月22日土曜日の、その他のレースの推奨馬、そして4月23日日曜日フローラステークスマイラーズカップの推奨馬と、またその他のレースの推奨馬につきましてはすべてメンバーシップ限定での配信とさせていただきます。重賞レースの他に、1レースか2レース取り上げてピックアップしまして、勝負レースとして推奨馬をお届けさせていただきます。メンバーシップ限定で YouTube コミュニティ内にて、推奨馬の書かれた画像を投稿させていただきます。レース当日の朝8時から9時ぐらいの間に、メンバーシップ限定でですね、 YouTube コミュニティ内に、画像を投稿させていただきますので、ぜひメンバーシップにご登録していただきまして、YouTube コミュニティ内の画像投稿をご確認いただければと思います。レース当日の朝に、投稿させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。先ほど申し上げました通り、日曜日のレースに関しましては、推奨馬はすべてメンバーシップ限定での配信とさせていただきます。一般公開動画での推奨馬の公開はありませんので、ご了承いただければと思います。また来週以降もですね、 G1 戦線続いていきますので、しっかり予想の方をお届けしていきたいなと思っておりますので、チャンネル登録を済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今週も競馬一緒に楽しんでいきましょう。